昨日11日土曜日は北海道内で続々と初雪の便りが届き、市街地でも積雪したところがあります。今日12日日曜日も北海道は断続的に雪が降り、内陸部を中心に雪が強まっている状況です。昨日11日土曜日から今日12日日曜日にかけて、ウェザーニュースアプリ利用者に対しタイヤ交換についてアンケートを実施した結果、北海道では自動車を所有する人のうち 80% がすでに冬用タイヤへの交換が完了していました。先日11月8日水曜日から9日木曜日にかけて同様の調査を行った時は、交換完了が 62% だったため、ここ数日でタイヤ交換をした方の割合が約20ポイント増加したことになります。また東北で 30%、 中部、東海4県を除いて 13% の方がすでにタイヤ交換を実施したという結果になりました。14日火曜日頃にかけて冬型の気圧配置となり、日本列島にはこの時期としては強い寒気が流れ込みます。上空約1500メートルでマイナス6度以下の寒気が東北北部付近まで南下し、北海道や東北北部では平野部でも雪のところが多くなります。東北南部や北陸の山沿いでも雪となり、積雪の可能性がありますので、車を運転される方は冬用タイヤへの交換やタイヤチェーンの携行など雪道用の装備をご準備ください。最新の雪の情報もアプリウェザーニュースから確認することができます。ぜひご活用ください。